皆さん、こんにちは。今回は何に関して言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から、質問いただきまして、質問に対してのご回答させていただきたいと思います。今回何かっていうとね、GoTo キャンペーンが、12月28日から1月の11日まで全国で一斉停止になりました。この件に関しての主な質問ということでいただきました。全部で6個質問いただいたんだけど、視聴者の方からね、お答えさせていただきたいと思います。1点目は、GoTo は全国に一斉に停止されると予約済みの宿泊先のホテルは割引の適用外になりますかというふうに質問です。GoTo は全国に一斉停止されると予約済みの宿泊先のホテルは割引の適用外になりますかということなんか、その通りですね。はい。全国一斉停止って言ったら28日からという28日チェックインからね。で、1月11日チェックアウトまで、あ、じゃあチェックインまでか。ということで、この期間に関してはもうすでに、これは予約済みのものに関して、すでにもうこれは適用外です。はい。で、もし、取り消しであればね、14日からそれは決定したことだから、24日までに、それを取り消ししないといけない。そうしないと、取り消し料が、無料でってことは、ね、なくなってしまうので、そこを気をつけていただいて、なるべくもう早めに、もし行かないのであればね、取り消していただければと思います。それでもね、追加代金払って通常の値段で行くというのであれば、それは、その代金を払えば大丈夫ということですね。はい。で、2点目。明さん、都道府県で収束してほしい県はどこですか？都道府県で収束してほしい県っていうより面白いことを聞かれるなと思ったんだけど、全部ですね。全部の都道府県。日本全部ですね。はい。3番。コロナはいつ収束しますか？って言われました。で、これに関しては、収束する全世界ですからね。全世界であれば数年かかるかもしれないんだけど、5番目にいただいたコロナワクチンはいつできますかということで、これはいつできるってもうすでにできてるんだけど、日本でじゃあいつ普及するか否かというところに関してはですね、それに関しては、来年の6月終わりまでには、とは、今話はいろいろ聞いてます。ほぼかなりの 90% ぐらいの確率でそうなると思います。オリンピックが開催ですから、それを開催する前にというのがね、掲げているところであって、早くて4月5月ぐらいから、いわゆる日本でワクチンが出てくるんじゃないかなって感じはします。まあワクチンをね、接種すれば、基本的には大丈夫ですから、その中で全世界となるとね、全世界の国々となると、だんだん、優先順位ってあるんだよね。これ、先進国から受け、ね、だんだん力がありますから、その中で先進国からっていうのがあるんだけど、すべての国ってなると、やっぱり少し時間がかかるか、再来年ぐらいまでかかるとは思います。で、4番目、一人旅と集団旅行はどちらが感染リスクが高いですかということで、これはもちろん集団旅行に決まってますね。はい。これはなぜか。いろんな人と一緒に行けばね、それはそれだけ、じゃあ感染する人がそこにいればね、感染する可能性があるから、もちろん一人で行った方が、もしくは一人で食事とか、一人で飲むとかね、の方が感染する可能性としては低いのは当たり前のことですね。はい。で、6番目、アキーラさんは一人旅が好きですかということで、基本一人ですからね、感染しない秘訣でもあるんだけど、一人で、回ってます。もともと海外なんかも一人で行くこと多いですからね。なので、一人旅が好きというか、一人旅に慣れてますね。はい。だから一人旅が好きっていうか別に友達とかね、行っていくから面白いじゃないですか。だけど一人は一人でやっぱりいいなって感じるときは、やっぱり自由が利くからね、自分のね、時間というか、撮影に力入れてるんで、どうしても時間かかっちゃうんで、相手に迷惑かけるのもあれですからね。だからその意味では、自分は、そういうふうに思うところですね。はい。一人旅っていうか、好きというか、一人旅をよくしています。こういう状況下でね、やっぱり大人数で会食とか、大人数で旅行行ったりとかね、そういうのはやっぱり避けるべきじゃないかなって感じはするんですけど、一人旅ってのはやっぱり重要なのかな。一人で何々、一人で何々するってことは結構重要かなと思ってます。ということで、質問いただきまして、お回答させていただきます。皆さんもね、何か質問があればこのような形で回答させていただきますので、ぜひともね、質問いただければと思います。旅行ね、国内外旅行、国際問題、国際事情、いろんな問題に関してね、お答えできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まずはね、チャンネル登録いただいてない方はぜひともチャンネル登録いただければと思います。これからも有意義な動画を発信していきます。よろしくお願いいたします。